ブルーランナーはエリアトラウトにはちょっと硬いと思います。これね、お子様のために作ってあげたんです。これね、お子様の、ため、あの特に霞ヶ浦水軒のナマズ用に作ってる。これ2キロが持ち上がるんですよ。こうやってやると折れるよ。こうやってやると 2キロ、つまり60ぐらいのナマズも平気だということです。カンツリではちょっと硬い。これはちょっとカンツリ用のちょっと柔らかいのめっけたので、100本ほど頼んだんだけど、入ってくるかどうかはちょっと分かんない。ラパラって書いた。この間ラパラの本社行ったの。東京のね、あ、東京や大阪のね、本物の本社はフィンランドなんだけど、東京支社のね。何これ100本買うって言ったのに、今作ってないんですよ村さんって言われたんで、作ってよって言ってきた。その後で500本じゃないと作れないって言われるかもしれないけど、100本なら買うって言ってきた。はい、さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。